分かったよ。俺だってやるときはやる。こんなの普通だろ。敵撃破！
さあ行くぞ。任せときなって。スマートに行くぞ。さあ行くぞ。当たれ。どうだ。行動開始する。答えは必ずある。調子で行く。
任せろ。安心しろ、俺がついてる。覚悟はいいか。行け。くたばってたまるかよ。その程度か。覚悟はいいか。行け。損傷甚大。戦闘終了だ。422部隊も無事のようだな。第七小隊のおかげで敵部隊を撃退できた。感謝する。いや、敵の注意がそちらに向いていたからうまく側面をつけたんだよ。どちらか一部隊だったら絶対絶命だったな。ギュンタ少尉の部隊は統率が取れていて行動が早い。見事だった。いい仲間に恵まれたと思う。なんだか自分が褒められるより嬉しいな。仲間？
そう、生まれも育ちも年齢も違うけど、祖国を守りたいという思いで集まった仲間だよ。喧嘩も多かったけど、喧嘩をするほど仲がいいというしね。別にあたいたちは喧嘩なんかしちゃいないよ。言いたいことを堂々と言ってるだけさ。まあな、それが結果的にうまくいっているだけだ。そうなのか。今後の参考にさせてもらおう。ところでセブン、君の名前は教えてもらえないのかい？軍事機密扱いで教えることはできない。知れば君にも迷惑がかかる。厳しい部隊なんだな。長居するようなところじゃない。それだけは確かだ。そうか。では最後に肝心な陽動作戦を実行しようか。そうだな。ガリア軍は軟弱だと聞いていたが、できる部隊もいるようだ。そうでなければ面白くないがな。ダハウ大尉、友軍への連絡はよろしいので？不要だ。栄光ある帝国軍人がダルクス人に忠告されてはさぞ不快だろう。拠点に戻るぞ。はっ。さあ時間だ。頼むぞギュンター少尉、バーロット大尉。信号弾が上がった。総員一斉射撃、派手に撃ってくれよ。任せな。うわあ、それ老人さんには負けられませんわ。あれはガリア軍の信号弾。副兵か。銃声も確認。後方に敵部隊がいます。信号弾を確認した。全軍突撃だ。一気に敵を突き崩せ。前方のガリア軍が突っ込んできます。攻撃だと？隊長、各部隊が指示を求めています。撤退だ。こんなところで無理をする必要はない。全軍東へ向かえ。どうせガリア軍は深追いしてこない。帝国軍東へ向かって移動開始しました。深追いはするな。距離を保ちつつ敵部隊を追い立てろ。はっ。ひとまず勝利といったところか。それにしてもあのセブンという隊長、こんな危険な作戦を当たり前のように提案しやってのけるなんて。ネームレス、彼らに助けられたわね。義勇軍第三中隊の勝利はガリア軍全体の士気を大いに高めた。帝国軍は中部戦線を突破すべく戦力を集めるが、ガリア軍もそれを許さない。帝国軍の勢いを止め、どうにか防衛線を維持できたのは、この戦いでの一勝が大きかったと後世に語り継がれることとなる。